落とし穴は、安倍工房原作、脚本の日本映画。手志河原博監督、井川久志主演により1962年7月1日に ATG チェーン劇場で公開された。手志河原プロダクション第1回作品。ATG 第3回上映作品。本作は、1960年10月20日に、九州朝日放送で放映された、テレビドラマ。 煉獄を映画化したものである。昭和37年度のキネマ旬報ベスト10の第7位。撮影は1961年7月15日から9月25日まで、福岡県加古郡省内の三菱生ズ田工業所を主な舞台として、オールロケーションで行われた。出演者はメインキャストを除き地元民によるもので、少年役は、コーナと宮原義雄の長男が起用された。 また、安倍工房やプロデューサーらが、早くで、エキストラ出演した。安倍工房の脚本テキストは、1962年3月10日発売の雑誌、キネは順報3月号別冊に掲載された。また、同年6月20日発売の雑誌、アートシアター3号にも再録された。なお、歌詞と子供と題された第一稿のシナリオは、前年百六十一年、 雑誌、シナリオ5月号に掲載された。映画題名の他候補として、明日を探せ、落とし穴、夜が来る、死を運ぶ者、明けない夜、影の時代、明日はどこへ死んだ時などの安倍工房のメモがあった。二人の炭鉱夫、A、B は、A の幼い息子を連れて、きつい山から逃げ、百姓を騙して、飯にありつきながら、一軒の労働下宿にたどり着いた。 早速 A と B は、公安の仕事をした。労働下宿の主人は、A と一枚の写真と見比べ、次の仕事先を圧線した。その写真は、A と B が、百姓の土地で炭が取れるふりをしていたときに、サラリーマン風の謎の男 X に隠し取られたものだった。A は渡された略図を手に、息子と指定された場所へ向かった。駄菓子屋の女に道を聞き、 陥没故障のそばを歩いていた A は背後から近づいた男 X に突然ナイフで刺殺された。息子はその時、ちょうど草むらで河津を捕まえていた。一部始終を目撃していた駄菓子屋の女は男 X から口止め料を渡され、警察に虚偽の供述をするよう強要された。死んだ A の体から幽霊の A が分離した。駄菓子屋の女は交番に行き、 X の言った通りの虚偽の目撃談を話し、犯人は右耳の上にハゲがあると言った。憤慨しながら事件の現場検証を見ている A の幽霊に同じ幽霊の身の見知らぬ男が声をかけた。真相を知りたがる A に見知らぬ男は知れば知るほど辛さが増すばかりだというが、A は新聞記者とカメラマンの後を追った。記者らは A が 平山炭鉱の第二組合の委員長、大塚と、売り二つなのを知り、第二組合長が替え玉を使い、犯人を右耳の上に、ハゲがある、第一組合副委員長、炎山に見せかけた犯行かと考えた。自分が、記者に疑われていると思った大塚は、容疑者の遠山が駄菓子屋の女の目撃証言を変えさせるのではないかと考え、炎山に電話し、 真相を確かめるために二人で駄菓子屋へ行こうと提案した。先に駄菓子屋へ着いた大塚が店の女の死体を発見した。女は巡査との常時の最中に店にやってきた男 X に殺されていたのだった。怯えた巡査は裏口から逃げていた。大塚を見て A の息子は父ちゃんと声をかけるが、大塚が近づくと逃げ去った。一方その時、もにき、 店の中で老狽している大塚を覗き見た。大塚は炎山に女殺しの犯人呼ばわりをされ、炎山の罠にはめられたと思った。二人はその場で特っくみ愛の喧嘩となり、沼に捨てられてあったナイフを掴んだ遠山は大塚を刺し、大塚は炎山の首を絞め、二人とも死んだ。その一部始終を A の息子は見ていた。二人の死体を男 X が確認し、 手帳に何かをメモした。それを見ていた幽霊の A と駄菓子屋の女は、あんた、誰じゃなんで、うちを殺したんねと、男 X に叫び、スクーターで去ってゆく男 X を、呆然と見送った。A は、ああ、腹の減った、と、しゃがみ込んですすり泣き始めた。A の息子は、父親に似ている大塚の死体の肩先をつついていた。やがて A の息子は、 中子屋のお菓子をポケットに詰め込み、泣きながら、それをかじり、何かを断ち切るように駆け出していった。他、KBC 放送劇団、地元の人々1962年2月13日18時虎ノ門教再ホール1962年度シナリオ作家協会賞、NHK 新人監督賞、日本映画記者会賞、1962年度記念魔順報ベスト10の第7位。 ありがとうございます。